ジョージ・マハリスはアメリカ合衆国の俳優、歌手、ニューヨーク州出身、ギリシア移民の7人兄弟の一人として生まれたマハリスは1960年から放映されたテレビシリーズルート66の主演俳優として一躍人気俳優となった。その後はサタンバグ、マヒルの衝動、マジッククエスト魔界の剣といった映画にも出演するが成功せず、 いくつかのテレビ映画や、ジェシカ・おばさんの事件簿、スパイ大作戦、華麗な探偵、ピート・マックなどのテレビシリーズにゲスト出演した。1993年、ドッペルゲンガー像の化身に出演したのを最後に芸能界を引退した。マハリスは歌手としても知られ、12枚のシングル版と7枚のアルバムを発表し、ラスベガスのショールームで定期的に公演を行った。 今夜教えて、ルート66などのヒット曲を持ち、1962年にはキャッシュボックス史の最優秀新人歌手に輝いた。1973年、ヒュー・ヘフナーが創刊した、プラガール史でオールヌードを披露し話題を呼んだ。1967年と1974年、男性相手の歪説罪の角で逮捕されたことがある。ありがとうございます。